整形をやります。開けビューティーコロシアム。こんばんは、ビューティーコロシアムの時間がやってきました。司会の車田明子です。コンプレックスを持ったこの世の全ての女性を美しくし夢を叶える、それが私たちのお仕事です。それではコンプレックスを持ったお客様の登場です。どうぞ。こんばんは。こんばんは。何がコンプレックスなんですか？目が一重で小さいせいで YouTube が全く売れないというコンプレックスを持っています。何これ、ね、もういいんじゃない？でも今回は、ね、そのお悩みを解決することはできません。できません。なんで？できません。なんで？だってあなた1万いいねいったらって言ってたじゃないですか。いや、そうなんですよ。そう、私は先日の動画で1万いいねいったらノリで整形しますと言ったんですね。この動画の高評価が1万を超えれば二重整形をやります。いいねつけれますか？え、つけれるならつけていいですよ。おっこいよ、お1万いいねで整形したらつけてみろよ。で、結果が出たんです。はい、4700いいねしか来なかった。半分以下。僕初めて見ました。何万いいねで何々するっていう YouTuber さんの鉄板企画でいかないっていう。今初めて見た。じゃあ想定外。そう、だからコメント欄で一重の影絵がいいよっていう方と、でも二重にしたら面白いんじゃないかっていう、その5000いいねもあって、もったいないじゃないですか、この意見。あ、こんなたくさんの意見をいただいたんだから、それをせっかくだから吸収したいの。つまり二重整形します。そしてすぐに一重に戻します。え、はい、ということで病院にやってきて二重整形をしていきたいと思います。いやいや、ちょっと待って、ちょっと待って、1枚いってないの。いいよ、人気を取るためには体を張るしかない。1万円にいかないと相当人気ないよ、うん、人気出すためには二重にしてもう一回一重にするしかない許して、違うの、やるしかないの。5000円での人の意見も汲み取って、だけどしない方がいいっていう人の意見も汲み取ってしてから戻すっていう、そう、そういう話ですか？そういう話です。で、ここのクリニック、有名な女優さん、アイドルやってます。整形外科すごくない？誰？例えば、いやもう多分びっくりするよ、有名な人。ユリニャ、ここで整形やってます。ユリニャがやってるから確かに幸せになる。ユリニャも担当した村井先生っていうこの病院の一番偉い人がやってくれる。そう、全ては美のプロフェッショナルたちに委ねられる。ルティシアクリニックからは神の腕を持つ男、村井隆。以上の一人で美しき変身に挑む。お、じゃあね、感動しなんだ。岡崎、我慢。顔の撮ったデータ。すごいすごいすごい。あ、すごいすごい。すごい。え、すごい。すごい。鼻がしっかりしてる分だけ目が負けてる。ああ。まつげの生え際が全部隠れちゃってる。なぜかメチビブス。だから。スタイルにしたら目の、うん、その高さっていうか幅の高さ少しは違うし、で、背景も見える。この部分穴開いてるでしょ、ここに目が入ってるんだよね。だからここまでなのに、うん、目の窓がさ、ほんとちっちゃいんだ。この骨で言うと、影感どれくらいなんですか？これが3分の1ぐらいでしょ。やだまず1番目がこの穴で、はい、目開けて、はい、これが2番目、はい、このぐらいがいいんじゃないかなと思ったけどね。あ、これで動く。ちょっと待ってねえ、ちょっと可愛くない？こ、小窓から出てるんだよ。じゃあね、まず麻酔するよ。こんな感じ。刺さってるの分かったかな？ちょっと、いや刺さってないよね。刺さってないです。刺さって
刺さってないです。いや、刺さってますよ。いや、痛いですよね。いや、痛くないです。いや、痛いです。何してるんですか。新しい針出してくれたから。朝倉。朝倉、誰だ。これ何、どうなってます。あ、縫ってます。え、なんか今、やばいやばい。あ、すごい、なんか今、え、どうなってる、背中は。今ね、うん、まぶたの裏、表、裏、表みたいな感じで、え、じゃあもう布だ。本当にもうフェルトだ。ではね、やっぱね、感覚あるよ、背中。あ、あるんだ。あるね。痛くはない。え、なんか、爪でキュッて引っ張ってる感じ。痛いっていうより痒いって感じかな。何点止めとかってやつなんですか、それは。今回は2点だけしか止めない。あ、2点だ。4点で止めることもあるんだけど、男の人でそんなに脂肪多いわけじゃないから。なるほど。やってる間ってこんな喋れるぐらい余裕なんだよ。そう、余裕よ。全然喋る。お、アンミカです。お、今整形やってます。お、アンミカです。あ、似てる。こんな余裕でできるんだ。本当にみんな気軽に。確かに結構だって痛いとかないもん。怖くもないもん。やったら意外と怖くないっていうか楽しいもん。目開けて。あ、目開けて。あ、いや、腫れてない。え、嘘、整形って腫れるもんじゃないの。血も全く出てないから。え、その中のこと。そう、嘘、血も血出てない。血出てないの。うん、すごい。今はないんですよ。隠すんですね。ただ、せーの。え、終わったんですか。終わったよ。え、早っ。え、どう、え、二重今。今二重だし、うん、全然腫れてない。えぇ、ー、見て、うん、え、見ます、行くよ、行くよ、せーの。すごい。どうですか。見た感想。すごい綺麗に変わってていいと思います。本当ですか。え、で、本音ですよね、これね。なわけないよ、お世辞だよ。全然痛くはなかった。え、でも本当に腫れてない。あの、だからこれがさらに馴染むから早いと血も出ないし腫れないんだ。そのだから先生の手際がいいと。え、で、すっごいまつげビンビンで、もうすっごいよね、浜田麻里です。すっごいまつげビンビンで、もうすっごいよね、浜田麻里です。もう売れない武士とは言わせません。どうでしょうか。おしゃれをしたアフター影です。整形してから会った人にも似合うよって言われたんで、すごいね。それで、あ、整形してよかったんだって、すごい嬉しかったですね。期間限定の二重なんですが、二重影も、そして一重のありのままの影もみんな愛して、そして絶対にコメント欄で叩かないでください。よろしくお願いします。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた見てください。せーの、バンジャリー。私はあなたに恋をして。